和歌岩田駅と駅出入り口の地下道、高架工事前。若岩田駅は大阪府東大阪市岩田町4丁目にある近畿日本鉄道奈良線の駅。駅番号は A10、相対式2面2線の高架駅。改札口、駅員室は高架下にあり、両、ホームとも登りのみエスカレーターが整備されている。 連続立体交差事業の進捗に伴い2006年12月9日から上下線の改札が分離されたが、上りホームの2014年9月21日の高架化により、再び上下線の改札内での行き来が可能になった。上下とも、高架駅になってから新改札口併用開始までは、上りホームは仮設エレベーターと仮設階段で接続し、ホーム拡張工事に合わせて、 エスカレーターを設置していた。出入り口は北側に仮設の駅舎があった。東花園駅管理の有人駅でピタパー以降か対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。2018年11月13日における1日、乗降人員は15,832人である。近年における1日乗降、乗車人員は以下の通り。駅西側は、 商店街。駅北側に、和歌井岩田駅前市街地再開発ビル、キラリがあり、中に、東大阪市役所の和歌井岩田駅前、リージョンセンターとして、和歌井岩田駅前行政サービスセンター、保健所、中保健センター、楠木プラザなどがある。東大阪市役所が、駅北側にあったが、2003年にあれ、本駅近くに移転した。 不動や大平方線に、和岩田停留所があり、近鉄バスが走っている。鉄道バス連絡定期券が利用できる。ABC 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線大手市鉄3号近畿日本鉄道、に、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年8月29日、11から13ページ。 ISBN 978から4から02から34133から4近畿日本鉄道株式会社近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道2010年12月680ページ全国書誌番号2190万6373平成19年4月1日から近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります合わせて、キップスピタッパカードによるお得なポイントサービス、近鉄ポイントプログラムを導入します。近畿日本鉄道、オリジナルの2020年12月27日時点におけるアーカイブ。https web.archive.org web 2020122708175ス https www.kintetsu.jp スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ icca rd20070130.pdf2020 年12月27日閲覧近鉄奈良線連続立体交差事業奈良行がいよいよ5月30日初列車より効果に切り替え効果切り替え作業に伴い5月29日及び30日の 京四列車を一部区間で運休します。近畿日本鉄道、オリジナルの2020年12月27日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20201227081627/.https:www. 近鉄 .jp.news ファイルズ、10422連理2奈良線、PDF2020 年12月27日閲覧。近鉄奈良線連続立体交差事業9月21日、大阪南波方面を高架化します。大阪府、東大阪市、近畿日本鉄道、オリジナルの2020年12月26日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/web/20201226144451/https:www.kintetsu.co.jp/.all.news.newsinfo.14516 やえひよこか。pdf2020 年12月27日閲覧。ab、駅の情報。和いわ

大阪府統計年館大阪府統計年間、東大阪市統計書2019年版東大阪市 P1662020 年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年12月29日閲覧大阪府統計年間、ニトリモールウェブサイトありがとうございます